妹よ、今日は戦車には乗らず、ユニコーンオーバーロードの最新アップで、アップデートバー、1.04 で登場した強敵、6人編成アーマリア戦の、エルヘイム以降のバトルと言っちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。最初はいきなりバトルからだね。うむ。エルヘイムのアーマリアさんの取り巻きは、エルフェンサーに、エルフアーチャーに、そしてなぜかソーサラーさんなんだけど、取り巻きさんたちは HP も物理防御も低いので、比較的簡単な気がするね。そうだねお姉ちゃん。ドラグーンダイブで簡単に倒せちゃうもんね。だね。行きます。そして一撃で取り巻きを全滅できたので、あとは簡単だね。守れ。させるか。受けてみる。観念しろ。とりゃ。くらっ。行くよ。勝利は目前です。受けろ。みんな耐えろ。守りは任せろ。終わりだ。見切りました。死ね。ひざまずけ。隙あり。やりましょう。まだやれます。貫け。やるしかないだろ。当たれ。体が縛れ。そこよ。行きます。そこよ。最後はゆうちゃんが決めて無事に勝利だね。やったねお姉ちゃん。そしたらここからは装備や作戦の紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。と言っても基本は先日の動画、コルニアとドラケンガルドの6人編成アーマリア戦と同じで、まず前衛のローグさんは今回あまり出番がなく、パッシブスティールでのアーマリアさんの PP 回収とチャンスかかり、その横のカタフラクトさんは、ガードをしながら同じくチャンスかかり、次に後列のドルイドさんは敵前列にディフェンスカースを入れつつ、装備の猫耳フードのスキル、クイックアクトをユーちゃんに、そしてメインアタッカーのユーちゃんは、初手はホークアイドラグーンダイブ、2手目以降はフォールスラストで単体攻撃。またこのユーちゃん、成長補正はスピード×スピードで、物理攻撃、魔法攻撃、行動速度に、強化アイテムが5個入ってるです。最後エルフアーチャーさんは、初手でミスティックセイバーをユーちゃんにかけつつ、フォローウィンドウ後列にかけて、ユーちゃんの行動速度をローグさんより上に調整。二手目以降は魔法攻撃のファントムウェポンで削りを、っていう感じだね。そしたらお次は、バストリアスの6人編成アーマリア参戦と言っちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。バストリアスのアーマリアさんの編成は、ワーフォックスさんに、ワーベアさんに、ワーオールさん1という編成で、ワーフォックスさんの素早さと、ワーベアさんの硬さが厄介だよね。うむ。そしたらバトル開始なんだけど、開幕のスニークエッジは、ワーオールさんに打たなくても、あの子勝手に PP 切れになるので、ガード妨害目的で前列のワーベアさんに。グランドパニッシャーはラインガードとスノ回避の高さで対処。ここでワーオールさんが PP 切れ。ミスティックセイバーをユーちゃんにかけつつ、フォローウィンドで行動速度調整。ディフェンスカースは後列に打ち込んで、これで初手のスニークエッジと合わせて、ワーベアさんもアーマリアさんも防御不可に、そして大本命、ミスティックセイバーホークアイチャンスドラグーンダイブで、ビシッとドッカーンだね。いいね、お姉ちゃん。そしたらあとは消化試合って感じだね。援護するぜ。勝利は目前です。さあ、やってやろう。観念しろ。隙あり。
やりましょう。そこよ。それ守ってやれ。守れ。最後はエルクアーチャーさんがビシッと打って、無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。そしたら作戦棟にさっきのエルヘイム戦時と変更点があるので、その紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。まずローグさんが、マッスルベルトだとグランドパニッシャーの回避率が少し低かったので、ロイヤルスカーフ装備でグランドパニッシャーの命中率を 1% に。次にドルイドさんのディフェンスカースの狙いを、後列の敵、に変更。そしてイルフアーチャーさんは、現役騎士の弓だと素早さが足りなくて、夜間のワーフォックスさんに先制できなかったので、素早さ上げと火力目当てで大弓に。ちなみにこの弓選び、素早さだけなら風弓の方が上なんだけど、ミスティックセイバーの威力はイルフアーチャーさんの魔法攻撃依存になるので、私たちのリディエルさんだと、大弓か現役騎士の弓じゃないと、ドラグーンダイブで前列のワーベアさんを倒しきれなかったんだよね。あう。でも私たちのリディエルさん、成長補正がスピードかけるディフェンダーという、あまりこの子に向いてなさそうな初期の成長タイプのままだし、レベルも46だもんね。うむ。それとエルヘイムのゆうちゃんの説明のところで、ゆうちゃんの魔法攻撃に強化アイテムを、という説明をさせてもらってたんだけど、セイバー系のダメージにユウちゃんの魔法攻撃は関係ないので、今回は無意味だね。あわう。あとユウちゃんとカタフラクトさんはエルヘイム時と変更点なしなので、省略させてもらっちゃうね。了解だよお姉ちゃん。そしたらラストは、アルビオンの6人編成アーマリアさんだね。アルビオンのアーマリアさんのお供は、フェザーロッドさん、フェザーボウさん、フェザーソードさん、フェザーシールドさんにと、特にフェザーシールドさんが硬くて強いよね。うむ。おまけにユウちゃんとフェザーシールドさんの相性はかなり悪いので、今回はエルフアーチャーさんの代わりに、飛行に強いユニクちゃんに来てもらってるね。そしたら開幕はスニークエッジ不要なのでウルフパックを使ってもらって、ディフェンスカースは後列に。猫耳必殺技は、飛行ユニットに弱いユウちゃんの代わりに、ユニクちゃんのグラシアルレインに。やりましょう。一番奥のフェザーシールドさんは、インビンシブルで絶対無傷だけど、カバーをさせれば無力なので、ユウちゃんでアーマリアさん狙いと見せかけて、フェザーシールドさんを撃破。そしてパッシブスティールでアーマリアさんの PP を全部奪って、あとは消化試合だね。あとこれはこのバトル中に気づいたことなんだけど、どうやらワイドチャンスとチャンスって、重複してる気がするね。そうだねお姉ちゃん。ユニクちゃん対象のワイドチャンスに、ユウちゃんも巻き込まれているはずだけど、サイドチャンスがかかってるし、威力もすごいことになってるもんね。だね。ウルフパックをしたとはいえ、チャンスフォークアイフォールスラストで、380なんて大ダメージ出ないもんね。そしたら無事に勝利したけど、バストリアスまでとは編成も変わっちゃってるので、最後ビシッと紹介させてもらっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。まずローグさんは、スニークエッジが不要だったので、その代わりの開幕技として、軍狼のコテでウルフパックを、武器はアーマリアさんにパッシブスティールをするために、行動速度をユニフちゃんとユウちゃんの後にしたかったので、行動速度が下がる大竜骨剣を、ちなみにこの子の成長タイプは、回避の上がるハイラック×ハイラックだね。また後列に2名アタッカーがいるので、個別のチャンスじゃなくてワイドチャンスでもいいかと思い、色褪せた賭博士のコインを装備してみたんだけど、ユニフちゃんの攻撃に反応してワイドチャンスが発動した際はともかく、その後のユウちゃんの攻撃時に、なぜかカタフラクトさんのチャンスも発動して、威力爆上がりになってたっぽだね。いいね、お姉ちゃん。でもこれ、もしかしたら立ち位置の攻略も、エルフアーチャーさんにミスティックセイバーをしてもらわなくても、誰か早い子にワイドチャンスの起点になってもらって、ワイドチャンスチャンスホークアイドラグーンダイブでもいけちゃってたのかな。その可能性は大だね。ただなんかバグっぽいので、
そこはちょっとあれだね。ちなみにこのバトルは、ワイドチャンスじゃなく普通のチャンスでも勝てるので、そこは大丈夫だね。そしたらお次はカタフラクトさんになるんだけど、この子は普通だね。安定の守護神さんだもんね。うむ。楽でいいよね。それからドルイドさんも変更点はちょっとだけで、ディフェンスカースを後列に入れて、猫耳のクイックアクトの対象を、ユウちゃんからユニフちゃんに変更ってくらいだね。そしてユウちゃんはドラグーンダイブはしないので封印して、フォールスラストでアーマリアさん狙い、と見せかけて1ターン目でインビンシブルフェザーシールドさんを落とし、2ターン目以降は普通にアーマリアさん狙い、ラストこのバトルで新規加入のユニフちゃんは、行動速度をユウちゃん以上、かつて敵で最速のフェザーロッドの行動速度49以上にして、ホークアイグラシアルレイン。ちなみにフェザーボーさんの暗闇技、シャイニング対策はしてないんだけど、なんかあの子、シャイニングより優先順位の高い技として、クイックバリアが入っているので、グラシアルレインにはシャイニング反応しないんだよね。そしたら今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。